皆さんこんにちは。大谷翔平選手の元通訳水原一平氏の違法賭博問題について、大谷選手が会見を開き自身の関与を否定しました。大谷選手は賭博に関与したことも送金を依頼したことももちろんないと疑惑を完全否定。その上で水原氏のさまざまな虚偽に騙され窃盗と詐欺の被害に遭ったとして警察に捜査を委ねたと明かしました。しかし SNS などでは会見内容に疑問の声も上がっています。大谷側が完全潔白となるストーリーを練りに練ったなぁといった冷ややかな反応も見られるのです。一方で大谷選手を疑惑の対象から外すのは時期尚早との見方も。水原氏の説明が2点3点していることや、大谷選手の口座から巨額の送金がなぜ可能だったのかなど腑に落ちない部分があるためです。例えば水原氏は当初 ESPN の取材に対し、大谷選手が借金の返済に同意し2人で大谷選手の口座にアクセスして数ヶ月にわたり50万ドル約7500万円ずつ送金したと説明。ところがその後この発言を撤回。20日の試合後にはギャンブル依存症を告白し、編成本部長が大谷選手は借金の肩代わりをしていると述べたというのです。こうした水原氏の発言の矛盾が世間の疑念を深めているようです。ただ現時点で大谷選手の違法賭博関与を裏付ける証拠はなく、ギャンブル依存症を告白した水原氏の発言の信憑性には疑問符がつきます。米メディアでは会見で十分な説明がなかったとして、大谷選手が裏で操られることになるだろうとの指摘もあります。地元紙ロサンゼルスタイムズは大人になれと題したコラムで、沈黙は憶測を招くとし、大谷選手に説明を求めました。また質問を受け付けなかったことでさらに疑わしいと思わせるとの批判も出ています。銀行口座へのアクセス方法や大金の送金に気づかなかった理由などについて大谷選手は明確に答えていないのです。米メディアハドルアップは、広報の連中に聞きたい、質問を一切受け付けないのならばどうして単に声明をリリースしないのか、質問を受け付けないことでさらに疑わしいと思わせると手厳しい一方で、捜査中であるため詳細を話せない事情もあるとの見方もあります。今回の問題の焦点は水原氏がどのように送金したのか、そして大谷選手が本当に知らなかったのかどうかです。財務省 OB の高橋洋一氏は、水原氏が大谷選手の口座から巨額の送金を行えたことについて、難しくない、できるよと語りました。高橋氏は水原氏が大谷選手のマネジャー的な存在だったことや、銀行口座開設時に同行した可能性が高いことから送金は不可能ではなかったと分析。大谷さんがアメリカに渡って銀行口座を作るとき、多分水原さんが一緒だったと思います。一緒に手続きをしていたら、あとは少し大谷さんから情報を得られたら口座から資金を動かせるよと指摘しました。つまり大谷選手は水原氏を信頼し、さまざまな手続きの際に個人情報を託していた可能性があるのです。そこでパスワードなども漏れていたり共有されていたりしたのかもしれません。国際弁護士の樋口一馬氏も、金融機関の設定によるだろう、送金には指紋認証などの設定はいらない場合が多く、 ID やパスワードを知っていれば理論的には大谷さんが送金を知らないことも可能ではないかと述べています。大谷選手は昨年日本全国の小学校にグラブを寄付するなど億単位の金を動かすことがあったようです。大谷が全ての財産管理を水原氏に任せていたとは考えにくいが、一部の経費用など水原氏が大谷に代わって自由に動かせる口座があったのかもしれないとの見方もあります。この点について新たな事実が判明しました。なんと大谷選手は水原氏に必要経費として約10億円もの資金を預けていたというのです。これだけの大金を預けていたとなると、水原氏への信頼は相当なものだったと言えるでしょう。しかしその信頼が裏切られてしまったわけです。
窃盗と詐欺の被害者となった大谷選手ですが、水原氏にはどのような罪が問われるのでしょうか。芝総合法律事務所の牧野和夫弁護士によると、日本では窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。一方、米国カリフォルニア州では盗まれたものの価値が950ドル約14万3000円未満なら軽犯罪、それ以上なら重窃盗罪とみなされるそうです。水原氏の場合、6億円超もの大金が流出していることから、重窃盗罪に問われる可能性が高いといえます。牧野弁護士は、窃盗罪は日本の方が罪が重いと指摘。日本では懲役10年以下ですが、カリフォルニア州では禁錮刑3年以下とのことです。また水原氏が日本国民であれば、日本に帰国した際、日本の刑法でも裁かれる可能性があるそうです。米国内のカリフォルニア州で非議犯罪が行われたとすれば、基本的には同州の刑法手続き、起訴されれば州裁判所で裁かれることになります。水原さんが日本国民の場合には、日本の刑法第3条国民の国外犯の第14号の規定に基づいて、窃盗罪も国民の国外犯として処罰の対象になりますので、水原さんが日本に帰国すれば日本の刑法で裁かれる可能性があります。水原氏にとっては、日米どちらでも厳しい処罰が下される可能性が高そうです。そして海外では、水原一平は大谷翔平の身代わりだった、大谷翔平の逮捕を阻止するためだったという噂まで出ているのです。大谷選手の口座から送金されていたことや、巨額の送金に気づかなかったことなどから、大谷選手も違法賭博に関与していたのではとの疑念が広がっているようです。ツイッターでは、一平さん身代わり説が一番しっくりくるんだよな、トカゲの尻尾切り的な、大谷神格化の日本と違い本国ではその意見が強いっぽいねといった声も。また水原氏の発言に矛盾が見られることや、過去に松坂大輔投手が無免許運転と駐車違反の際、球団職員が身代わりで出頭した前例があったことなども、身代わり説に信憑性を持たせているとか、大谷翔平と水原一平の件でなぜ野球ファンたちの間では身代わり出頭なんていうヤクザ映画でしか聞かない発想が出てくるかというと、チームのスターを守るために身代わり出頭という前例がすでにあるからなんですよね。さらに大谷選手が億単位の収入を得ながら、時間とお金を持て余していたのではとの見方もあります。億単位を稼ぐ大谷翔平選手が時間とお金を持て余し、違法賭博をしていたという噂まである。しかし大谷選手のスケジュールを見れば、違法賭博をする暇などなかったことは明らかです。大谷翔平のタイムスケジュール、注目すべきは、どう考えても睡眠時間の長さより午前中にぶっ通しで行われる6時間の筋トレと練習の方だろう。練習や筋トレ、睡眠で1日の大半を費やしているのですから。ここで水原一平氏の行方について考えてみましょう。水原氏は現在行方不明との情報もあります。水原一平さんは今どこにいる？訴追されれば出廷しなければなりません。韓国から帰国した可能性は高いようですが、はっきりとした目撃情報はないのが現状です。ロサンゼルスの自宅や実家、日本への帰国、ヨーロッパなど第三国への出国などが取り沙汰されています。ロサンゼルスでは、大谷選手のサポートのため、選手の自宅から離れたところに住んでいたとは考えにくいでしょう。一方、実家については突撃取材を受けるなど、両親も違法賭博については知らなかったようです。日本に船で密かに帰国したとの噂もありますが、荷物の多さを考えると可能性は低そうです。博多と韓国の釜山を結ぶ高速船クイーンビートルであれば、2時間半で日本へ帰国が可能。嫁の実家が福岡付近、これらのことから船で日本に帰国したという噂もあります。結局のところ、日米の報道陣から身を隠すため、ヨーロッパなど第三国に出国している線が有力とされています。チームから解雇され、誰もその所在を知る者はいないのが現状だ。情報筋の間では、この状況で米国への入国は考えられない、
韓国をすでに出国しているとすれば、第三国にいると考えるのが自然だと見られている。いずれにしても水原氏から事情を聴取することが真相解明の鍵を握っているのは間違いありません。一方、大谷選手は26日に記者会見を開き、自身の潔白を主張しました。しかし、質問を受け付けなかったことで疑惑を深めてしまった印象は否めません。広報の連中に聞きたい、質問を一切受け付けないのならば、どうして単に声明をリリースしないのか、質問を受け付けないことでさらに疑わしいと思わせる。さらに大谷の記者会見は2つの重要な疑問を避けている。どうやって一平は大谷の銀行口座にアクセスしたのか、そして大谷は口座を数ヶ月間ほっといて50万ドルずつ複数回の送金を知らずにいるなんてあり得るのか。これらの質問に答えないとどんな物語も信じるのは難しい。水原氏の口座アクセス方法や送金に気づかなかった理由など、まだ説明されていない部分も多いのです。ただ大谷選手は警察の捜査に全面的に協力するとしており、事件の全容解明に向け動き出したようです。プロ野球選手として自身のお金の管理にはもっと責任を持つ必要があるでしょう。日本ハム OB によると、大谷選手は年俸や給料を両親に管理してもらっており、月々決まった額が口座に振り込まれるシステムだったそうです。プロ入り当初は両親がお金を管理していたようです。契約金や年俸はもちろん、少なくとも 3,4 年目くらいまでは毎月いくらという感じで決まった金額が大谷の口座に振り込まれていたといいます。で、確定申告用に大谷が飲食代、タクシー代、洋服代などの領収書を両親に送り返していたのですが、中でもコンビニのものが多かったくらいで遊びに出歩くわけじゃない。そのため大谷は自分の口座の残高を気にする必要がなかったかもしれませんとのことです。大谷選手は食事も体作りのためで、嗜好品にお金をかけるタイプではありません。お酒はそんなに飲みたいとは思いませんし、オフに帰省しても一滴も飲んでいません。増量していたので飲まないようにしていましたし、そこまでして飲みたいとも思いません。またそういう感じで食事はしていませんと語っていました。1000億円超の大型契約を結んだ際も、そのほとんどを後払いにしています。年俸は約3億円ですが、副収入は約98億円に上るとされ、お金は使わず貯まる一方なのです。特に消費することもないので、今のところは貯まっていく一方です。こうした金銭感覚の甘さが違法賭博の胴元に狙われる原因になったのかもしれません。大谷選手は今後10年で総額1015億円を稼ぐ見通しで、これは A チャールズ3世国王の総資産の2倍にあたります。莫大な収入を得ながら、お金の管理を他人任せにしていたツケが今回の事件につながったのではないでしょうか。もちろん大谷選手に違法な関与がなかったとすれば、被害者であることに変わりはありません。しかし妻のまみこさんと共にしっかりとお金の管理をしていく必要性を感じます。ドジャースに移籍後、大谷選手の両親が給料を管理しているのかについてははっきりとした情報はありません。結婚を機にお金の管理権を妻に移行するケースも多いですが、大谷選手の場合、莫大な年俸を稼ぐプロ野球選手であり、一般的な感覚では測れないかもしれません。両親と妻双方の意見を聞きながら、大谷選手自身がしっかりと管理していくことが求められます。また水原氏が大谷選手からバレずに送金した方法について新たな情報も浮上していましたのでご紹介します。記録に残っているブックメーカーへの返済は昨年9月と10月それぞれ50万ドル約7500万円ずつだったといいます。大谷選手が右肘手術を受けた時期と重なる大切な時に、水原氏は大谷に肩代わりを依頼する形で個人パソコンを使って振り込んだと証言。このことから、大谷選手が手術入院で不在の中、水原氏が単独で送金等を行ったということになります。しかし今回の大谷選手の会見の言葉から、大谷選手が水原氏に送金を依頼するといったことも嘘の可能性があります。
水原氏が大谷選手に送金が必要なことがあると相談し、大谷選手がそれらを承諾した可能性も考えられますが、その時に数十億円もの送金が必要となれば、大谷選手もこの時ばかりは不信感を持つはずですよね。そのため考えられるのが、大谷選手が手術やリハビリに専念することをいいことに、水原氏は大谷選手の両親に近づき送金許可をもらった可能性が浮上したのです。もとより大谷選手の給料の大半は日ハム時代から両親が管理していたと言われています。ドジャースへ移籍となった今も全額ではないにしろ、両親がかなりの額を持っていることでしょう。そして水原氏は両親へ何かしらの理由をつけて口座情報を聞き出したのかもしれません。ただ本人の口から何も言っていないので、今後真実が語られることを願うばかりです。また両親と妻の関係性にも注目が集まっています。韓国での試合観戦時、大谷選手の母と妻の間に通訳の水原氏の妻が座っていたことから、嫁姑の不仲説がささやかれているのです。義母の隣座ってくれる一平妻、ありがたすぎるな。一平さんの奥さん、歩いてる時マミコさん守ってて、ボディーガード感すごい。一平さんは大谷くんを、一平さんの奥様はマミコさんを、ご夫婦でサポートしてくれて、なんて素晴らしい人たち。マミコさんは服に気を取られて下を向いたり、義母と目を合わせず会話に参加していない様子も見られました。表情も固く、義母となんとなく温度差を感じさせるのです。言葉の通じない海外での生活に不安を感じているのかもしれません。そもそも大谷は金に無頓着です。3人も育てるとある程度のことは許せる自分になった。子供がどうこうではなく、親の受け止め方が変わったのだと思っている。大谷選手は末っ子で、親からの愛情をたくさんかけられて育ったとか、そんな可愛い翔平が選んだ嫁ですから、祝福の気持ちもあるとはいえ、母の心情も複雑といえば複雑かもしれませんよね。大谷選手の母としても末っ子を奪われた寂しさがあるのかもしれません。お互いに言葉を交わす機会を増やし、理解を深めていってほしいものです。嫁姑問題の解決には大谷選手の父の存在が欠かせません。会話には入ってこないものの、大谷母と嫁のマミコさんの様子がどうしても気になるのが大谷父です。何を話しているんだろう、どんな反応をしているんだろう。時には仲介役となって家族の結束を固めていく必要があるでしょう。今後真相解明に向けた動きが加速していくことでしょう。大谷選手には一日も早く疑惑が晴れることを願っています。そして二度とこのようなことが起こらぬよう、自身でしっかりとお金の管理をしていただきたいと思います。野球に専念できる環境を整えるためにも、お金の管理を含めた生活面でのサポート体制の構築が急がれます。プロ野球選手としての自覚を持ち、家族との信頼関係を築いていってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。